ツーステップスフロムヘルは2006年にトーマス・バーガーセント・ニック・フェニックスによって設立されたアメリカのカリフォルニア州ロサンゼルスに拠点を構えるプロダクションミュージック会社である。主にトレーラーミュージックやメディアで使用するための楽曲などを手掛け、ハリー・ポッターシリーズやパイレーツ・オブ・カリビアン、X-Men など様々な映画の予告編や楽曲を提供してきた。 一般に向けてもアルバムをリリースしており、YouTube 上のメガボルトの再生回数は多いもので1億回を突破している。長時間にわたり作曲されることの多いオーケストラを、あえて2から5分程度の長さで作曲し、なおかつ本来のオーケストラに匹敵するほどの荘厳差を出すといった手法により、世界的にヒットする。本来であればあまり日の目を見ることのない。 トレーラーミュージックを一般に広めた先駆的なアーティストであり、2ステップスフロムヘルが一般へアルバムを発売して以降、他のアーティストもアルバムを一般へリリースすることが大半となった。近年では比較的長い曲も作曲されており、ソロ名義のアルバムでは1時間を超える楽曲もリリースされている。業界向けに作曲された楽曲はほぼ打ち込みによって作られているが、 バトルクライ以降に一般販売されているアルバム曲の多くは生演奏によって作られている。2006年、トーマス・バーガーセンとニック・フェニックスが映画予告編用の音楽を共同作曲するため2ステップスフロム・ヘルを設立した。バーガーセンは2003年にノルウェーのトロンハイムからアメリカ合衆国のロサンゼルスに移住していた。2006年初頭、 二人は会社を立ち上げ、数千以上の映画広告やテレビ広告などで使用するための楽曲を作曲した。ロンドンに生まれ、コネチカット州ニューヘイブンで育ったフェニックスは1997年から映画予告用の作曲の仕事を始め、ロサンゼルスで活動していた。ツーステップスフロムヘルは主にトレーラーミュージック向けの楽曲を制作しているが、最近では テレビ番組やゲームでも用いられている。映画の予告編用の音楽で成功を収めている会社ではあったが2010年5月に商業用アルバムインビンシブルがリリースされるまでサウンドトラックは一般に出回ることはなかった。またインビンシブルはそのようないくつかのアルバムの中で初めて iTunes トップ100サウンドトラックスにランクインした。2014年9月30日に リリースされたアルバム3はバーガーセンが手掛けた2番目のソロアルバムである。アルバムから視聴用のトラックとしてクライと3がリリースされ、前者はバーガーセンの公式ホームページより入手可能である。3の公式ミュージックビデオは YouTube 上で公開され、サイン付きの限定特装版 CD には追加の楽曲とトーマスのコメントが含まれ、 また彼のアートワークを特集した大盤のポスターが、含まれるとフェイスブックで先行して発表された。さらに、2014年7月、e ステップスフロムヘルは、コリン・フレーキ、オン・ファイア・マウンテンとして知られる、電子書籍をリリースした。そしてそれは、フェニックスによって執筆された7万5千語の小説で、イラストは、オット・ビュールニックが担当する。また、 ゲンプもサウンドトラックのリリースを通して入手可能となっている。ツーステップスフロムヘルのメインのグラフィックデザイナーはスティーブン・ギルモアである。彼は会社のロゴを含むほとんどすべてのプロモーションや一般リリース用のアルバムカバーの制作を手掛けるが唯一の例外として2009年に公開された。彼らのライブラリーのアルバムカバーはポール・ゼエーターによって制作された。さらに、 バーガー戦のソロアルバムイリュージョンズはイエスパー・クレグスマンによってデザインされ続編の3のアートワークはトーマス自身によって制作された以下この会社の音楽が使用された作品である2ステップスフロムヘルの楽曲は世界的なイベントからローカルコンサートに及ぶ様々な場所で広く用いられているありがとうございます